コロナ対策Kボーエキ失敗の声に韓国政府は自画自賛を続けています。新型コロナ対策の司令塔を務めるキム・ブギョム首相は29日に行われたイベントで、政府が続けてきた Kボーエキが失敗したという批判に対し、国民に対する侮辱だ、足元の感染者数だけ見て防疫失敗というのは容認できないと反論しました。一方、オミクロン株が広がる中でも政府が規制緩和を続け、感染者数が世界最悪になったことについては、今は世界最多だがどの国でも経験することと述べ、あくまでもタイミングの問題だという認識を示しました。